ガクトさんお願いします。多分これ本物だねこれ。間に合え。くっそ。いやガクトマジでやだ、こいつマジでやだ。こっかスタバが強いんじゃないのこのキャラっていうのは。ガクトがあれうますぎる。やっぱさ2000のランク上がる瞬間ってのは格上殺しをしたジャイアントキリングをした2000に持ってきたいんだよな。お前を超えてさ俺は強くありたいよ。けれへんってガクトさん。あたたたたた。よしよし。2000。うわー。はい、どうもです。今回もねスパドリスーパードリンクブラザーズ実況していこうと思うんですけど、皆さんとんでもないことになりました。僕前回動画でねレートポイント2000絶対超えてやろうっていう気でカレー使って超えたんですね。で今ねちょっと今日カレーのナーフが実は入ってて、カレーが若干体力減るナーフでコーラが少し体力増えるっていう、まあ、アップデートが入ったんですけど、ランキング皆さん見てとんでもないことになってないですか。まず1位タンピンさんで2位が橋本環奈、これ本物です。ちなみにこれ橋環、これ本物なんで、一応僕ね橋環の事務所から本物だけど動画で言わないでって言われてるんですけど、僕皆さんに嘘言えないんでもう言っちゃいます。でこれはここだけの話にしてください。これ本物です。で3位が緑目さんで4位オニア、これ僕なんですね。ランカーが多分全員軒並みお互い多分しばき合った結果共食いして散りましたねやつら、うん、昔からさ、日本にはこういう言葉ありますよね。泣かぬなら殺してしまおうホトトギス、こちら織田信長の名言なんですよね。じゃあ秀吉は泣かぬなら泣かしてみせようホトトギスでね、天下を統一した徳川家康、泣かぬなら泣くまで待とうをホトトギスですね。もうこの3人の武将ね、バカ、俺に言わせれば未熟だね。よかったと思うよやつら、戦国時代に鬼谷がいなくて。僕だったら泣かぬなら全員死ねよホトトギスなんです。つまり戦うまでもない、勝手にお前らが共食いして、家康もなんなら結局寿命で死ぬか最後ねぐちゃぐちゃになって死ぬので、殺す必要もない、待つ必要もない、泣かせる必要もないんですよ。全員お前らが死んじゃえばいいよねってのがこのスパドリで体現されてるんです。見て、ランカー全員死にました。僕がね裏で努力も確かにしました、練習しました。でも結局のところ最後は天性の何て言うんだろう、共食いを煽るって言い方かな、待つは違うんだよね厳密には。ただ家康も言うなればまあ良かったなと思うね。家康良かったね本当に、戦国時代に鬼谷がいなくて。そう思うわ今回。じゃあもうクイックマッチでいいじゃん。もうランク僕回んないんで皆さん、こいつはだって勝手に死ぬもん。僕もう断言しますわ、明日には多分鬼谷1位ですよ。なぜなら1、2、3位が勝手に競い合って死ぬから。もうランクは回る必要がない。こんな簡単な話ないわ。楽。緑目。おいお前も何クイックマッチしてんの、バカかお前、ランクマッチ回れよ。おいおうわ同じ魂胆。うざ、こんなやつがね3位にいるってこと、クソうざいんだけど。バカがやる気ねえじゃんこいつ全く。なめんなお前、ランクマッチ行けよ、ふざけるな。おいクイックマッチ回るなお前。ダメだお前、禁止カジュアルは。なんでうざ、お前再戦しろお前。はこいつ調子乗ってないね、自分3位だからって。みんな1戦目で3位ってマッチングってありえる？何この展開、しかもカジュアルでお互いランク関係ないっていう。何この世界一熱くない、世界一熱い男たちによる世界一熱くない試合。クソくだらねえなこれな。どっち勝ってもランクの変動なしっていう。しかも強えし緑目こいつ。何こいつ、何そのブルブルしてる動き。だから水あれなんだよな、カウンターキャラだからかなり振ってくるんだよね。甘い。だったらほうよ。だからこの技はね正直カジュアルで見せたくなかった。あーとか避けれてくんなあこいつ。ちょっとだこいつ強いな。待って緑目強いな。なんでお前もさその力があってカジュアル回ってるわけ、クイックマッチとかいう、ランク回れよお前。逃げてんのお前。そういうの一番俺嫌いなんだよね。なんて言うんだろう、自分がポイント下がるのを恐れてその結果あれしてるみたいな。死ねこれで。下がるのを恐れて挑戦しないみたいな。3位で満足してる俺、そういう男ほんと嫌いなんで。上目指せよ早くで負けろな。でお前負けろ。逃げたラッキー変わった。は何これ。いや今のはクイックマッチだからこいつ触ってないんですよ。マジか。こたつみがいきなり潜り込んできたね。この隙に何この戦国模様。急に勢力変わったね。ってことは5位まで4ってこと。しかも緑目が今こいつ多分クイックマッチで自分下がんないと思って慢心してるから。これむずい。ランクマッチのため1回勝てば確定で俺緑目殺せるから、まあ喧嘩には負けたけど勝負には勝てるな。ちょっと逆か。今勝負は負けたけど喧嘩にはまあ俺の勝ちなんだ。要はランクマッチ勝てば。でもこれ負けたらまたランクが登録、一瞬でもランクインしたって事実は残したいけど、いやランクマッチ、いやでもここは行こう。これ一回勝ったらでかい。緑目超えれるからそこで止めた方がいい。いやストネコ来た。やっぱいけるいける。冷静に行こう。マジかマジかマジか。なんで今食らった。振ってけ振ってけ。俺こういうポイントマッチすげえ嫌いなんだよ。1なら確実に行こう。甘い。それは甘い。12なんでこんなこいつらさガン、なんでこれガンマチ流行ってんの。まさかバレてる。甘い。やばい。カレーの対処法バレてる。待て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 。ふざけんなふざけんなふざけんな。俺もっとランカーだぞおい。バグだよあれバグ。なんなら今のもランカーだよ俺。何かおかしい。やだ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 。ランカーなんだよ。お前切断しろ。お前切断しろ。ここブカドブレイク。あっぶねあっぶね。振ってく振ってく。うわふざけんなマジで。あっちゃいけねえ、そんなこと。あっちゃいけねえ、あっちゃいけねえ、あっちゃいけねえ、マジで。なんでカレーなくしたの？バカなん開発者。体力倍にしてるよ、なんなら。何やってんの、本当に。なんでだから、ストネコし。あ、すいません、殺せ殺せ。関係ない関係ない。言ってストネコも結局、弱点はあるからね。あっぶね。おかえり、もう使っちゃった。回使ってね。ストネコマジであんまお前なあコンボで逃げんじゃねえよ。3発目。いやーなんかあっぶね。フェイントもフェイントバーモント富士山。いやークソ遅れた。ダメだ動揺して完全に動揺して動揺してる。動揺したのどうしたんだ。いけるいける。そう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 。動揺するな動揺するな。いけるいける。レートがしょっぱい。ああ、美味しくない、美味しくない、美味しくない。戻させて、戻させて、戻させて。2010これ俺の勝ちだから。マジでマジでふざけるな。なんだあのランキングは。俺ランカーだぞ。不正が起きてる今、このゲームに。あ、まあまあまあ。スタバだったらいい。で、1当てて、で、2、3でいこう。3当てよう。3当てて最速藤山落とした避けらんないで1また2を振っていってガードベルカー3を合わせていく。完璧完璧完璧。下は全然枯れる。12小賢しいね。いやー落ち着け落ち着け落ち着け。全然 OKOK フレフレフレ OK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 。 この辺りも絶対負けない絶対負けない。読み切ってる。1992いいよいいよいいよ。次でいこう次次次。リマッチありだな。いやお前リマッチしてあり。お前リマッチでありありあり。ただレートポイント的に2000超えてこれないから。いやただギリ20入ればはっきふざけんなふざけんな。対策すんなお前。こういうやっぱ欲ある時が一番危ないからね。負けやすいから冷静にいこう。別にせこくないからね俺やってることは。せこくはないからね別に全然。ちょ待って待って待って。なんかおかしい。なんかすげえ嫌なすげえ嫌な感じ。すげえすげえ嫌な感じ。あらいやすげえ嫌な感じ。にさあ勝てば取り返せるんだよ負け分全部。一回勝てば取り返せんだよ。もっと高レートな試合してんだよ俺はな。さっきの負け分全部取り返せんだよ。これ勝てば取り返せるんだよ。はよちれはよちれ。俺の前にお前のレートポイントなんか2000台あればまあまあ勝つのが大事。しっかりこれ格下も押さえていって確実にね。オッケーオッケー。そうで終わりと出したーす。オッケー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 。落ち着こう全然落ち着こう。勝つのが何このこのリアルタイムの10分でこのランキング動く端さっき2位だった端間がもう5位。何が起きてんの今。みんな俺と同じ考えたこともしかしてあのクイックマッチの逃げが今この命運分けたガチ勢あの瞬間にみんなランクマッチも送ったってこと。そんなバカな。いや認めないです。こんなクソゲーハマってもないしね。はっきり何もおもろないよ。みんながさクイックマッチしてさもう世界的な和平を望んだんだから和平をなんでこいつらランクマッチで競い合ってんの。世界平和の中ねこう競い合うから争いっていうのは終わんないんだよ。バカに私が鉄槌下します。お前みたいなやつがいるから戦争ってのは終わっ待ってバカ争いのバカお前らに俺が鉄槌下してるから早くちれちれ